みんなとやっぱね戦ってきたっていうのはやっぱ相当な経験と思い出と本当人生の1ページに刻まれるぐらいの2日だったんで、やっぱりね俺サッカー何十年もやってきて思うけど、なんか一生忘れることのない仲間なんだろうなっていうのは感じるぐらいの濃い2日間が一番得たもの。終了の鐘が鳴ってね、ピッチ見上げた時に、まあその奥にね、まあみんなの顔が、まあそれがすごく嬉しかったです。悔しいっすね。悔しいっすね。はい。まあ、けど次、頑張ってくれると思うんで。ママ、昼ご飯なんまだ、応援しに行きます。ああすればよかった、こうすればよかったって話をしながら、そうですね。飯を食うっていうのはね、かけがえのない時間になるんですよ。3位決定戦お疲れ様でした。ありがとうございました。いや今日も涙出たね。まあ言い方汚いかもしれないけど、いやつくむかつくなっていう
まあ悔しさ、チームの良さがやっぱ出せれなかった。まあそれぐらい相馬プレーが3枚ぐらい上手だったから、あの俺たちが練習してきたことをやっぱほとんど出させてもらえんやったし、選手個人の持ってる武器っていうのを出す比率が低かった。なんかラスト戦よりも完膚なきって感じだったかな。マイケル社長がよくおっしゃってる1年生ばっかりのチームでここまで来たっていうところも、まあそうやけどね、まあ1年生ばっかりでね、まあ、ここにいるっていうのもね、まあまあありがたい環境なんですけど、まあ、この負けを真摯に受け止めないとやっぱ先がないんでね、まあもう一回分析して、まあ試合僕もね当然出てたから、何が悪くて何をどうすればいいっていうのももう俺にはもう見えてるんで、まあ、この悔しさをね感じてほしい、みんなにね。やっぱこの大会で、まあ、敗戦で、何か得たものっていうのはやっぱマイケル社長的にもチーム的にもやっぱあります。まあ得たものはこの経験ですよね、もうこの全国のかかったこうピリついた空気感の中の試合経験っていうのはね、まあ当然全国にね行った方が全国の空気っていうのもまたあるんで、そこでね得るものってまたね1回戦で負けようが、あの決勝まで行こうが変わらないやっぱ空気があるんですよね。だからやっぱ全国に出るって当然ね、そういう経験もさせてあげたいっていうのはあるんですけど、まあ九州大会の準決3決っていうのは、まあ負ければ終わりっていうこの緊張感の中で、まあ本当に崖っぷちに立ったこの空気感の中でみんなとやっぱね戦ってきたっていうのはやっぱ相当な経験と思い出と本当人生の1ページに刻まれるぐらいの2日だったんで、やっぱりね俺サッカー何十年もやってきて思うけど、なんか一生忘れることのない仲間なんだろうなってのは感じるぐらいの濃い2日間が一番得たもの、やっぱ俺たちやっぱね毎日いろんなこと起きてて本当ね入隊団もいろいろあったりとか、まあチームだからね動くものだからいろんなことが動いて、いろんな人が辞めて入ってとかいろんな問題が起きて、でその中でもチームが進んでいってっていうのはね、やっぱりねなんか本当毎日がすげえとんでもない日々を過ごしてるからこそ、こういう九州大会でやっぱね勝ちたい中でのやっぱこういう経験は本当にねかけがえがない。今日昨日と暑い中2日間応援ありがとうございました。結果4位ってことで出し切れなかった部分とか課題がたくさん見つかって、まだ全国には行けなかったんですけど、これからリーグもまだ残ってるんで切り替えて来年の全国絶対狙えるように精一杯練習頑張っていくんで、これからも応援よろしくお願いします。本当にね、暑い中、熊本まで、来ていただいて本当に感謝します。終了の待ち時間だってね、ピッチ見上げた時に、まあ、その奥にね、まあ、みんなの顔が、まあ、ちょっとそれがすごく嬉しかったです。まだまだ僕たちは弱いですけど、必ず強くなってみんなが喜べるような瞬間を全員で作っていきます。それまで熱い応援共に戦いましょう。本当にありがとうございました。ストップ、ストップ、どうもありがとう、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。率直な感想を聞かせてもらっていいですか。まずはやっぱ力がないんで負けたっていうのはあるんですけど、こういう相手にもっと自分たちを貪欲にチャレンジしてやっ
っていかないと超えられないんで、まあ、経験もそうですけど、まあ、一つ一つ、まあ、こういう試合も、まあ、ヒデさんが言うように1点の重み、1試合の重み、一瞬の重みっていうのをもっと大事にしていきたい、行かなきゃいけないなっていうのを、まあ、この大会で改めて思いました。また1年長いですけど、積み重ねてやっていくしかないね、自分たち。また、この悔しさというのを、まあ、バネにして、まあ、次の大会で、まあ、全国に行けるように、一人一人課題、チームの課題を向き合って練習をやっていくしかないと思います。2日間お疲れ様でした。ありがとうございました。そうっすね、悔しいっすね。悔しいっすね。はい、まあ、けど次頑張ってくれると思うんで、ママ昼ご飯な、まだ応援しに行きます。お疲れ様です。お疲れ様です。龍馬さん、声どうしたんですか。声やばいでしょ。サポーターも砂を食いまくりました。すげえって、マジでこの男はすげえよ。最高、マジですげえ。負けても最高。いやマジでね、龍馬さんの声のおかげせいでもう壊れてても走らない元気持ちが高ぶるから、もう多分俺に死ねっていう声にしか聞こえないけど最高。あのね、もう声が聞こえたらもう足一歩50センチ、30センチ、50センチ、1メートル頑張ろうかっていう感じよね。あ、サポーター頑張っとったですよねって、その一歩が出る。あ、そうそうそう、やっぱね、椅子から立ち上がり方が違う。今日の、まあ、相馬戦、残り1分、もう正直、まあ、勝ち目はなかったかもしれないんですけども、あのドルソーレナイトっていう、まあ、チャントがあるんですけども、そこにあの砂を食い走り抜けっていう、まあ、ワードがあるんですけども、仮にもこの試合はもう落としたとしても、もうあの次につなげてほしいっていう思いがもう込めて、まあ、あのドルソーレナイトをもう最後ピリオド終わるまでもう歌いまくりまくりまくりました。すいません、神々やですけど。いや、もう神々でいいですよ、龍馬さんは。この、全力プレーが次につながるの で、 です、ね、その次につなげるっていうのも、うんうん、結果も大事ですけど、はい、次につなげていくっていうのも非常に大事なことだと思いますので、まあ、これからも、サポーターも、砂を食いまくって一緒に心を燃やして、選手とサポーターともに、一緒に喜べる日がまた来るように、全力で頑張ります。心を燃やすぜ、ファイヤー。すごい、まあ、今からね、福岡帰りますけど、行くわし帰りますけど、ああすればよかった、こうすればよかったって話をしながら、そうですね、飯を食うっていうのはね、かけがえのない時間になるんですよ、あとね、もう俺のね、技術と体力が正直ね、限界きとんよ。正直限界きと、マイケル社長は本当ね、限界きとんね、分かる、体で、自分で、うん、やっぱ人間って劣っていくね、劣る、うん、残念ながら劣るから、やっぱ途中やっぱね、苦しかったね、俺自身も正直今日は苦しかった、うん、年々ね、苦しさがね、重たい。マジで重て。でも今日でその全国への道、まあ、断たれてしまいましたけど、また違い方すれば、また新しい1年、うん、まあ、あのでもまた9月に、ね、今度また10半ば9月半ばにまたラサペーゴと九州リーグ当たるんで、リーグでですね、はい、リーグで当たるんで、もう、1ヶ月ないんで、まあまあそこまた切り替えて、彼らのね、この選手たちの元気よさっていうのはもう明日になれば切り替えれる、人間性持ってるんで、へこむだけへこんで一瞬で切り替えれるメンバーたちなんで、またね、みんなと一緒に、もちろん厳しさも大事だけど、練習もね、クソ頑張るって、めちゃくちゃ、もうめちゃくちゃ頑張るしかねえっていうところはもうみんな重々感じてるし、はい、まあ、あとはね、切り替えてまたドルソーレの新しいドラマを作っていきましょう、はい、また来年はね、全国大会に出れるように、頑張ろうと思うので、本当この2日間ね、スポンサー様も来てくれてたんで、熊本まで、いつも通り子供たちがね、バチを叩きながら応援してくれる子たちがこの熊本まで来てるっていうのはね、
なんかね、大人の声とはまた違う素晴らしさがあるから、いや本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。今弱いですけど、まだ俺たちのこのパワーアップしていく姿をぜひね見ていただきたいと思います。一緒に心を燃やしていきましょう。ファイヤー。